じゃあ今夜も軽快な音楽に乗ってやっていきたいと思います。こんばんは。二足三毛ソフトウェアゲーミング部門所属陣の楓です。ここのところ何回か夜に寝落ち配信、早寝配信としてやっておりました。 PC ビルディングシミュレーター無印、旧作ですね。こちらの配信やりますけれども、残念ながらこちらの二足三毛ハードウェア本日で閉店となります。これまで長くのご愛顧どうもありがとうございました。いやーちょっとねいいゲームではあるんですけど、飽きるのも早い。結局やることが変わらないんですよね。これとんでもないことに、スケジュールがとんでもないことになってますけど、まあ、ひたすらパーツを買って、でそのパーツを使ってこう修理していくという流れなわけですけど、これがもう最初から最後までほぼ変わらないんですよね。こういろんな依頼が来るんですが、まあ、中にはそのユニークな NPC からの、どれだっけな、ユニークな NPC からちょっと長文メールが届いて、この人スコッティ B というようですけども、まあ、同じ人から何回も依頼が来て、だんだんとその人 の, あのバックグラウンドが見えてきたりとか、まあ、どういう理由でパソコンが壊れて、でこれからどうなっていくかみたいなストーリーはあるんですけど、まあフレーバーテキストですよね。結局やることっていうのはこのパーツを交換する、もしくはその交換するパーツが分かんないからそれを調べて結局交換するとか、あとまあパソコン、そうですね、 3D マークで、まあ、これぐらいのスコアが出るようなパソコンを組み上げるとか、まあ、あとは、ゼロからパソコンを作っていく、ケースから買ってパソコンを作ってくださいみたいな感じがもう全てなんですよね。なんで多分、前レベルいくつでしたっけね、忘れましたけれども、もうレベル12、13になろうかというところまでプライベートの方でやってたんですが、あまりにもやることが変わらなすぎて、いやもうちょっといいかなという感じになりました。唯一変わったのがですね、ちょっと前にもお見せしたかもしれませんが、この PC ベイというネットオークションに出せるようになったということです。こちらそうなんですよね。これ余ったパーツでパソコンを1台組んで、組まなくてもいいんですけど、パーツだけで出品するということもできますし、まあ、パソコン丸々1台組んで、でそれをネットオークションに出品するみたいな流れで、これがだいたい5日間ぐらい入札日があって、でこれはあと残り1日って書いてますけど、477ドルの値段をつけてるようです。これが安いのか高いのかとか、売り時があるとかないとか、この辺ちょっとまだ分かんないんですけど、まあ、余ったパーツで組んでこうやって稼ぐこともできるんですよと、まあ、ただそんなに大儲けできるようには見えないので、結局このパーツの値段がこう右側にずらっと並んでますけど、まあ、そんなに大きく儲かってるとは思えないんですよね。上側に再販価格809ドルって書いてあるんですけど、これが何を意味してるのかちょっと分かんなくって、パーツのお値段全部合わせても多分400-500ぐらいにしかなってないはずなんで、この再販価格って言ったら何のことなのかなと。で結局でもネットオークションの方でついてる値段が500弱ですから、そんなに儲かんないんですよね。本当に余ってるパーツを一括処分するみたいな感じになります。で結局そう、できることがこれだけしかなくって、まあ
レベル12まで来ましたけど、結局これあれよね、1月から始めて、このゲームが始まったの1月で、週に5日間、土日は休みなんで週に5日間でこうやって仕事をしてきたわけですけど、で1月やって2月やって今3月半ばまで来てます。でいろいろこの緑色のは購入したパーツが届く日がこうやって出てますね。さっきネットオークションの話をしましたけど、このレベルが上がるとネットオークションサイトが使えるようになって、ここで中古部品を買うことができるんですね。で今はもう全部買ってしまった後なので、ここに何にもありませんけど、ここで買ってればさっきのこの緑のとこみたいにパーツが届くようになると。で1日に3件4件ぐらいの出品があるので、この PC ベイの方で、なんで中古パーツを安く買って、まあ、こうやって届けることができるという感じですね。いつ届くかっていうのはその時のランダムな感じなんで、期日を決めることはできないんですけど、安く購入して届くと。1日4つ届けられますからね。で毎日あるから、こうやって買っていけばかなりの数のパーツが安く手に入るという状況。でこっちが今さっき説明したパソコンを組み上げて、でオークションに出品しているという状況で、残り日数があって、まあ、入札価格があってですね、これがちょっとだけ高値をつけてますけど、多分パーツの性能の良さに比例していくんですかね。やっぱり余ったパーツで適当に組んだから安いのかな。でも 16GB 積んで Ryzen 5 1600は悪くはないと思うんだけど、GPU が性能低すぎたせいで足引っ張ってんのかな、ちょっとこの辺よくわからんですけど、まあ、こうやって売ることもできますよなんですけど、結局そう、さっきも言いましたように、もうやることはそれだけしかない、やることが限られている。だんだん売っていってレベルが上がることでいろんなものがアンロックされるって言いましたけど、結局アンロックされるのってそのパーツが良くなるだけなんですよね。前まではこの例えば AMD だったら Ryzen 5の1600ぐらいまでしか、この辺までしか扱いがなかったんですけど、レベルが上がることでこう Ryzen 7とかで、インテルプロセッサーの方も第7世代のプロセッサーが使えるようになったりとかしてるんですけど、でも結局これ名前が変わっただけで見た目変わんないし、まあ、やってることも、もう CPU の名前が何であれ CPU を組み込んでるだけっていうのは変わらないんですよ。なんでめっちゃ飽きるの早いんですね。ちょっとびっくりした自分でも。まあ、せめてね、この続編のPC ビルディングシミュレーター2の方ではお店を持てて、そこで作ったパソコンを売ることができましたけど、まあ、あれぐらいできればもうちょっとは、いやどうなんかな、まあ、自分のお店で売るのもこの PC ベイネットオークションで売るのもあんまり変わらないっちゃ変わらないですからね。まあいう感じで、はい、結局、飽きてしまったので今日で閉店ですというそういうお知らせでございました。まあね、でもせっかく始めちゃったんで、ちょっと残ってる仕事だけはやってしまおうかなと思いますんで、まあ最後の仕事を見ていってください。あ、ちょっと変わってるのはこれですね。Adobe Photoshop CC を実行できるスペックのパソコンを組んでくれみたいな、こういうこれの辺がちょっとまあパズル要素のあるやつですね。でそれはどうやって判定するかっていうと、ここに起動チェッカーというのがあって、Photoshop の推奨スペックはこれぐらいいりますよっていうのが出てくるわけでございます。うん、なんでまあ大体これにのっとった Pentium G4500 っていうのをお店で買って入れてやればいいということになります。
多分これ4500、これか入れるじゃん。閉じてグリス塗って、ついでに USB ドライブ差しといて、あとは GPU ファン。このお客さんは確か新品パーツ使えって言ってたから、この辺でいっか。あすちゃんで、あとなんだっけ、この人上杉舞子、これか。中古パーツは使うな、ギガバイトを使えということみたいですね。なので、まあ多分これで大丈夫でしょう。あとはケーブルの色をちょっと遊び心を出して、あ、電源入ってないや。電源も新品を、650W と 550W あるけど、どっちがいいかな。650にするか。いや、アドビ動かすぐらいだから550でやろう。これそう、前にデモ版で次回作続編の方をやりましたけど、あっちはちょっとやっただけだったんで、やり始めは楽しいんですよね。ただやってても何も変わらないから、2回目3回目ぐらいでもう飽きてくるっていう、そういう感じ。続編もそんな感じなんですかね。やっぱりこれはパソコン組むのが、違うな、パソコンも自分で自作 PC をするにあたって、その準備としてこれを使って練習するみたいな、そういう完全にシミュレーターなんですかね。はい、 OS インストールが終わりました。これでチェックが入ったので、あとはじゃあ、あ、電源マウント一回外して、でパネルを前に比べるとかなり遊びやすくなったんですよね。あ、これ外す必要ないか。前まではネジをつけるのに一個一個こう長押し、マウスボタン長押しする必要があったんですけど、ショップのツールか、この辺でね、この自動ソフトとか高速インストールソフトとか、これね、高速ケーブルツール、これ持ってますけど、昔、前まではケーブルって刺すべき場所を2箇所こうずっとマウスボタン長押しする必要があったんですけど、こんなのを使うと1回で済むようになったりとか、この高速スクリューツールもクリックするだけでネジが差し込まれていく、ネジを回してくれるっていう、いうふうに使えるので、だんだんとまあこの辺が手に入ってくればだんだん遊びやすくはなってくるんですけども、やはりやることが一緒っていうのは辛いですね。で、マイク終わりと。あれ？あれ、中古パーツ入ってる。あれ？え、新品入れなかった？あ、しまった。GPU 見てなかったや。あー、なるほどね。まあ、そういう時もある。次。どれか？あー、まあこれはいいか。あとは終わってる。これか。アップグレードを最近やっていないので、そろそろやらないとね。ベンチマーク4132でやってくれ。でなおかつメモリを32ギガ今日中に終わらせろ。注文が多いね。
3D マークで4132はどれぐらいかっていうのは、これが実際にやってみないとわからないというところがあるんで、この辺はねちょっとめんどくさいなと思うんですけど、この時それ用にここにちゃんとベンチ台がちゃんとありましてね、これはとってもいいなって思いました。これ実際にある製品ですけど、このベンチ台はベンチマーク取るための専門のパソコンケース、これもケースっていうのかな、まあ、台ですね。まな板とかブレッドボードとか呼んでる人もいるらしいですけど、これを使えば簡単にパーツがインストールできて、すぐにベンチマークが回せる、パーツの交換が容易っていう、そういうのもありますが、だんだん4132をスコアするかどうしようかな。このマザーボード引っこ抜いて向こうのベンチ台に移してもいいんですけど、ちょっとできるかどうかわからんけどやってみようか。多分4100ぐらいだったら、これじゃないな、どれだっけ、今までの経験上ラデオンの980、これか、違う、 980Ti ないな。このゲームやってるとこの検索機能をちゃんと使わないと、あれないぞ、 980Ti じゃないと無理だと思うな。あー、そうなってくると、え、ちょっと待ってください、これ失敗したな。この人のパーツまだ買ってないっぽいな。なるほど、この人はできるか。CPU を交換するだけなんでこの人はできそうです。さっきの人は交換用のパーツが、てかアップグレードするためのパーツがないから現段階ではできませんね。これどうなってんだ。あー、なるほど、実際にあるこういうパーツを使ってるっていうのは、あ、グラボは外す必要はなかったですね。この人は多分 CPU を壊したんでしょうね。6500でこうなった時に同じ型番を、はいはい、でこれ入れちゃってグリス塗って、CPU ファンはもう適当に置いちゃって、グラボは返してあげないとダメかな、ですね。グラボはちゃんと返しちゃって、よいしょ。で、ケーブルが足りません。おしゃれな BGM がかかってるのはとてもいいんですけどね。はい。多分これ先週の配信でやってたこととまるで一緒なんですよね。で、起動確認ができたんで、あとパネルを閉じれば、です。で、スコット B、これか。CPU 交換 OK です。はい。星5になってるんですけど、まあ、正確には星 4.8 とか9とかだと思うんですけど、星を上げておくと
依頼の幅が増えるんで、依頼の中にはこの星レベルがこう必須4とかいうのもあったりしますから、そういうもののために上げておく必要があります。さすがに星5限定はないんじゃないかな、今まで見たことがないけど。このゲームってエンディングとかあるんですかね。もう延々これ作り続けるしかないんでしょうか。ユニーク NPC のこう依頼がこうつながってきてますけど、連なってきてますけど、何回も繰り返してきてますけど、あの辺のお話は終わりがありそうなんですが、このゲーム自体に終わりはあるのか。強大なヒロシかな、コウジかな。この人はなんかよくわからんけど壊れたと言われてるんで、一回電源つないでみましょう。CPU が見つかりません。CPU が壊れたらしい。タイガさん、閉店セールなのこんばんは。モンハンワイルズしながら配信もできるパソコン3000円でください、セールで。わかりました。任せてください。ちょうどタイガさんにぴったりなパソコンがここにありますよ。これ。中にファンが入ってますんで、これでモンハンワイルズ動きます。3000円でいいですよ。わ、これメモリまで光ってる、これキモ。おわ、ほんと何でも光らせるな。CPU が見つかりませんだから、 CPU 交換しますか。じゃあ詐欺店じゃん。まあでも、まあまあ閉店セールってそういうとこありますよね。もう取れる分はもう全部現金化してとんずらしようっていう、そういうことをするイベントが閉店セールですからね。今のがRyzen 5の1600、ちょうどあるね。差し込んで CPU 交換して、でグリス塗って CPU ファンつけて、これ新品パーツじゃないとダメだっけ。ひどいじゃん、世の中ってそういうもんだから。残念ながら騙し騙されの世界なんですよ。これ新品使わないとダメ。あとはウイルスチェックをしようって言ってますね。なので CPU ファンも新品を使いましょう。はい。一応閉店セールしてる店もあるよね。そう、あれでもなんか通報したら摘発されるみたいな噂もありましたけど、どうなんでしょうね。洋服のなんだっけ、洋服のなんとかがよく一生閉店セールしてるって話題になってた気がする。これいいのかな。そう、閉店セールだから安くなってるよねと思って行ったら、実は閉店セールじゃなくて、あの新装開店、改装するための閉店セールとか言ってて、全然安くなってないっていう、そういう店があって、ちょっとイラッとしましたね。それは話と違うじゃんって。まあ、あまりハイエナみたいな行為をするのはちょっと大人げなかったかもしれないけど。大阪の靴屋さん、開店した1週間後くらいから閉店セールしてて、もう20年くらい経つよ。それはその閉店は1日の営業時間が終わった閉店っていうことなんじゃないんですか。間違いではないのかもしれないけど、どうせ明日あの朝8時に開店しますよみたいな、そういうノリでやってますよね。大阪だったら許されるのかな。大阪だともうお代は1000万円ねとかいうような連中ばっかりなんでしょ。よし、これでウイルスチェック、 CPU 交換とウイルスチェックができたので、でこれ閉じて出荷よ。OK、 星5、素晴らしい。次、腹ペコ龍太郎、これも診断しろって言ってますね。診断系の依頼は実際にこのパソコンが届いて中身開けてみないと分かんないから、電源が入りませんね。
電源が入らないときは電源が壊れてるかマザーボードが壊れてるかって感じなんですよね。マザーボードが壊れてる場合って全部引っぺがさなきゃなんないから検査が面倒っち。タイガさんが今ここにいるっていうことは今日はお休みデーですか。電源、あれ電源は使えるっぽいな。ということは多分マザーボードは壊れてるんでしょうね。マザーボードが壊れることってあるかな。でもあったな。私のパソコン2回壊れてて、1回目がグラフィックカードで、2回目がマザボだったっけ。あれ何が壊れたんだっけ、忘れちゃったな。線路敷きながら寝てるよ。よかったですね。なんかボットパイセンと楽しそうにやってて、ああタイガさんだなって思ってた。なんか結構お値段お高いから様子見するかみたいなこと言ってたのに結局買っちゃったんだなと思って。バンドル版だと少しお安く買えますよっていう話でしたけど、おいくらぐらいになりました。なんでそんなにも壊れるの。厄年。いやー、なんででしょうね。配信するようになったからですかね。だいたい、あでも壊れる寿命だったのかもしれませんね。パソコンを新調したのが5年ぐらい前で、5年っていうとパソコンのまあ寿命というか買い替え時ではあるんだけど、まあかといってでも買い替え時ではあるけど、それは性能が低くなってきたから買い替えだっていう話であって、5年で壊れるっていうことはまずないんだけどな。壊れた、何なんでしょうね。 GPU がグラフィックカードが壊れるのはまあまあまあですけど、あ思い出した、そうか、あマザーボード、んマザーボードだっけ。そう、2回目の故障は電源が入ったり入らなかったりするっていうすごく不安定な状況で、どうしてそういうことになったのかっていうのは結局わからなかったんですよね。マザーボードについてる電池のせいかなとか、あと放電とか試してみたんですけど結局改善しなくって、それで新しいマザーボードに変えたんだっけかな。買っちゃうよね。2160円もしたよ。まあタイガさんの場合には十分元が取れるぐらい楽しめるんじゃないかと思います。アンレイルド2アーリーアクセスで発売中でしたっけ。ただね、あのゲームはパーティーゲームであって一緒にやる人がいてなんぼっていうところがありますからね。まあ私もまあ一緒に遊ぶことはやぶさかではないんですけど、まあ、ただねちょっとねあれをやるのは心の準備がいりますからね。そう、一人で遊べるゲームじゃないから、普通の人は一人では遊ばないゲームなんで、アンレイルド系は。なんでね、そういう意味ではコストパフォーマンス悪いよねって思っちゃうのは、まあ、仕方がないですよね。あれを一人でやるっていうのはまあなかなか選ばれし民のみですよね。なんだっけ、サバン症候群じゃないや、なんとかっていう人はすごく一つの物事に集中してしまうみたいなことを言われますけど、そういう感じの人たちにはぴったりなゲームじゃないでしょうか。ムカついた時にパソコン殴ってる、そんなわけないでしょう。とっても大事にしてるのに。
ただ稼働時間が長いからもしかしたらその辺が理由だったかだったりするかもしれませんね。まあ、特にあのグラフィックカードはあんまり酷使していると壊れるとよく言いますからね。無理しすぎるとこう発熱しすぎて傷んでくるみたいな噂を聞いたことがあります。まず起動、線路思考ね、一緒にまあ折を時期を見てその時が来たなその時が来たらぜひご一緒しましょう。一人で遊ぶよ。アンレイルドはパーティーゲームだって。パーティーゲームっていうのは一人で遊ぶようにはできていないんですけど、まあ中にはねそういうものも一人で遊べてしまうような、特殊な人材がいるということでね。なんか一人遊び上手ですねと思います。いやあれ一人でやるのはなちょっとな。オッケー。インダント修理終わりました。マザーボードが壊れてて、でウイルスが入っていたという状況でしたね。あ、で、あとはパネルを戻して。受け取る。あれ？あ、そうか、こいつも中古パソコン、中古パーツ使ったらダメっていうことでした。忘れてた。中古パーツを使ったせいで星4になってしまいましたけど、まあ客の言うことなんか聞いてたら商売になりませんからね。次、この人のアップグレードちょっとめんどくさいし、パーツがないからまた今度。あ、これもか。両方 3D マークしろって言ってますね。しかもなかなかの高いスコアを出せって言ってる。こいつだったらできるかな。ちょっと最後にこれをやるか。グラフィックカードの酷使ってどうやるの？グラフィックカードっていうのはこのゲームのグラフィック面を担当しているので、例えばあのグラフィック設定を超ハイエンドにするとかかな。そうすると GPU の使用率が 80%90% みたいな感じになって、で GPU 温度が80度90度みたいな感じになって傷みやすいみたいな、そんな感じじゃないかなと思います。よいしょ。ぼったくり二足三文 PC ショップだ。そんなことありません。でも残念ながら不況の影響でこの店は今日で閉店することになりました。ありがとうございます。アートさんいらっしゃいませ。残念ながらね、同じことの繰り返しに耐えきれなくなった店主はちょっと精神療養に出ることになりました。これね面白いんだけど、あまりにもやることが単調というか、やることが一緒なんで、さすがに勘弁してくれという状況になりました。あ、M.2 入ってる、これ。これからのストレージはこの M.2 に変わっていくのかな。すごい場所取らなくていいなと思う一方で、熱大丈夫とかそういうその辺気にしちゃう。マイニングすれば酷使できるよ。今もマイニングってやってる人いるんですかね。仮想通貨をね、ビットコインでしたっけ、仮想通貨をなんかパソコンを使ってなんか掘り出すっていう、そういうブームが一時期あってマイニングと呼ばれてましたけど、まさに金山を掘るみたいな感じでしたよね。あれ今もやってんのかな。でもビットコイン結構値上がりしてるっていうし、やってる人いんのかね。これもパーティーゲームだから一人でやるのは、これはパーティーゲームではございませんよ。
これはシミュレーターですね。完全にシミュレーター。ちょっと待った。この人の依頼なんだっけ？ 3D マークで5200を出せって。ああ、せっかくだから、あれやってみようか。グラフィックカードを2枚刺すということが最近の技術ではできるみたいで。これもね、このゲーム対応してて、それをちょっとお見せしたいと思います。これマザーボードね。ビットコイン上がったね。トランプ様々だったね。え？トランプでまた上がったんですか？まあそっか、まあ、世界情勢を反映するのが株だし、同じような感じでビットコインも反映するのかな。ビットコインな、上がると分かってりゃ買ったっていうのはまあみんなが言うことですけれども、さすがにね、うさんくさすぎますよね。うさんくさい話世の中多すぎるから。まず適当なプロセッサーを入れます。これにしようか。安いやつでいいから入れます。まずはアスロックの太一で歯車回すよ。太一なんか聞いたことある。アスロックは変態が使うマザーボードだって読んで手出したことはないですけれどもなんだっけ、最近のマザーボードとかオーバークロックがとってもしやすくなって、そのための歯車だったりボタンだったりが独自についてたりしますよね。まあ、私はオーバークロックとか怖くてしないタイプなんですけど。クーラー、これでいいか。これ刺したらさ、メモリーアクセスができるか。変態じゃないよ。アートさんは変態っぽいですね。それとも金持ちの道楽か。マザーボード、全会社のマザーボード揃えて、今日は気分でこのマザーボードにしようみたいな、そういう変態さを感じる。メモリっていうのは 2枚刺しをするのが実は基本でして、基本っていうか2枚で刺すと、組み合わせて使うとちょっとだけ気持ち性能が上がると言われておりまして、なのでね、メモリを刺すときは、同じ会社で同じ性能のメモリを使うのが良いとされてます。これにしようかな。なので、ここでコルセアの 16GB 3200MHz のこっちに刺して、で隣に同じものを刺すというのが一般的ですが、うちではやってません。確か16GB と 8GB と 8GB が刺さってる気がする。今は2と4のスロット優先で刺した方がいいよ。マザーボードによるんじゃないんですか。その辺はマザーボードの説明書を見てくださいとか言われそうだし、なんだったらそのスロット番号の1番2番3番4番の付け方が会社で違ってたりしませんかね。マザーボードのヒートシンクに歯車埋め込まれて回るよ。何それ、なんでヒートシンクに歯車が、なんで回す必要があるんですか、それ。やっぱり変態だな。なんで歯車回すの、そこでヒートシンクで歯車回す意味なくない。グラフィックカードか。で、そう、マザーボードにグラフィックカードを2枚刺す技術っていうのもあって、それも同じような感じで、よいしょ、これも同じ、基本的に同じグラフィックボードを2枚刺して性能アップする、バイバイプッシュだみたいな使い方ができるそうです。お金が飛んでいきますよね。そうでなくても高いグラボなのにそれを2枚も使うなんてどうなってんねんって思いますけど。でこれで立ち上げて、でこれで 3D マーク走らせてみましょう。どれぐらい
になるかな。使ってるグラボが GTX980 で2枚差しだから5000円ぐらいはいくんじゃないの、いかないかな。という感じで、じゃあこれは、ベンチが終わるのを待ちましょう。あ、これぐらいかな今日やるのは。これも似たような感じで 3D マークを4000円までうんたらかんたら言ってますけど、これは出品中ですと。なので、ここでベンチが終わったらパーツを取り外して、でこっちのお客さんの方に、お客さんの方に組み込んで出荷して終わりって感じかな。で、ちょっとですね、このゲーム今こうやって工房で修理してますけど、なんかゲームモードがもう一つあるみたいで、今日はねここは早めに終わらせて、その別のゲームモードどんなものかなと、それを見に行こうと思っております。それまではベンチを眺めていてください。ご歓談ください。お水飲むの、あ、終わった。もう6000も出てる。よいしょ。ということなので、でこれをまた一回外して、グラブ外す、これ外す、メモリ外す、ケーブル外す。パソコンが趣味だったらこういうねベンチ台ちょっと欲しいなっていう気はするんですけど、実際に家に置いたらすぐにホコリかぶっちゃいそうだから、ちょっとね見た目楽しくていいんですけどね。さてで今のやつを組み込んでいきましょう。マザーボード、プロセッサー、CPU ファン、メモリ1枚でいいかな。思ったよりもベンチスコア出てたから、なんか適当なメモリ突っ込んどこう。メモリをいくらまで増やせみたいなことは言われてないから、適当に余ってるメモリを突っ込んでおこう。グラボはさっきのやつを2枚刺す、これか。スロット開けてやんないと。これえこれだっけ。あ、こっちでいいね。ほいほい、今開いちゃったな。で電源はもともとあったやついっか。でケーブル、これどういう層が面白いって言ってやってんのかな。エンディングまでエンディングあんのかな。あ、これ水冷式クーラー使いって言われてる。おお、了解、忘れてました。じゃあこっちの CPU ファン外して上につくかな。水冷クーラーこれでいいか。横につけるにはドライブベイを外さないといけないので、まあ上につけますかね。はい、
なのでまずはここを外して、上を外してグリス塗って、で水冷ファンを12センチじゃないとダメか。どれかな、これこれか。どっちでもいいんですけどね、ゲーム上はどっちでもいいんですけど、つけるとしたら私はこっちかな。これするとリアファンの空気の流れとなんか干渉して変になりそうな気もしなくはないな。まあいいや。で、水冷ファンつけましたので、電源コード挿して、これで OK。 じゃあこれで電源が入らん、電源が入らないのは電源、あ電源ボタンがないからですね。あ、忘れてた。どこだっけ、さっきの M.2 ですね。グラフィックカードが邪魔で刺さらない。なるほどね、これはそう。でも SSD 冷やしたいんですよね、私。だからこんなグラボの近くとか熱がこもりそうでちょっとやだなって思う。OK？ 多分 OK。 で、電源ボタンがないのですが、それはこの上面パネルに電源ボタンがあるからです。それでここの電源ボタンをつないで、でスイッチオン、 OK。 この間にカバーを戻して、OS が見つかりません。そんなことある？まあいいけど、さっきまであなたが使ってたストレージですけどね。はい、なぜか新規インストールが始まってしまいました。よいしょ、ほいほい。たら今のハードディスク起動だった、もしかして。ベンチソフト入れて SSD に変えてる？ SSD を積んでるんだから起動は爆速のはずなんですけど。これ起動ドライブ変わっちゃったかな、もしかして。ブートデバイスハードディスクになっちゃった。まあいっか、お客んだから。再起動。SSD の方に戻してもよかったんですけど、そうするとまた 3D マークをインストールするところから始めないといけないので、もうハードディスクのままでいいでしょう。お客はかなり怒りそう。ああ、うそ。ボタン間違えた。スイッチオン。結局再起動しちゃった。1個。OK？ で、パネルしといて、これで、ベンチが終わったら、すぐに出荷する感じかな。見とくか。まあそんな感じで
パソコン好き、自作好きには面白いゲームではあったんですけど、ゲームとしての寿命はとても短い、こんなゲームでした。まあ、っていうか、まあ、シミュレーターっていうだけあって、ゲームとは言いづらいかな。やっぱり基本はいろんなパーツでパソコンを組んでみるっていう、ただ組んで遊ぶみたいな、そういうそこのところがメインかなと思います。でもそういう使い方にしてしまうと、やっぱりやろうという人は多くはないですよね。もうレベルが13になるな。これを出荷したら多分レベル13になるけど、まあなったところでよ。永遠に上がるのかしら。ちょっと今のうちに調べようかな。一応 PC ビルディング、あ、6500、いいね。 PC ビルディングシミュレーターのウィキはちゃんとあって、今ちらっと見てみたんですけど、本当に延々と依頼を繰り返すだけみたいな感じですね。なんかエンディングがどうとか、レベルの上限がいくつとか、そんなのは書いてなかったし、誰も気にしないのかな。これだっけ。じゃあデュアル GPU というなかなかお金のかかったアップグレードはされたんですけど、これ予算500で済んでんの？予算562もかかってる。この場合ってどうなるの？62は私の方から、あ彼らはこの PC を 3D マークで5205を出せるようにしてくれたけど、予算を言ったのに無視されてしまった。星1。一応お金を払ってくれるんですね。これで評価がちょっと下がっちゃいましたけど、多分評価は平均で見てるから、まあ、一気に星1になるわけではないですけど、結構下がりましたね。目に見えて下がった、まあ、やっぱ予算はねちゃんとやんないと。 GPU オーバークロックができるようになりました。もういいでしょう。ちょっと試しにやってみる？